皆さんおはようございます。株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川です。よろしくお願いします。今回のテーマは、ラーク購入のプレゼントはということです。私、実は昨年の12月の11日にですね、禁煙を始めまして、早10ヶ月、もうこれで完全にタバコをやめられるかなという感じになってきました。ようやく喫煙している人を見ても吸いたいとは思わなくなりました。さて、タバコでラークっていう銘柄があるんですけども、先日ですね、イオンでラークのプロモーションをやっておりました。まあプロモーションなんて言ってもそんな大げさなものではないんですけども、よくコンビニでやってるようなね、簡単な、景品がつくようなプロモーションでございます。ただ今回のプロモーションですね、ちょっと変わってることがありまして、ラークを1カート10個ですね、購入しますと、スコッティのティッシュボックス5個パックがプレゼントってことだったんですよ。まあちょっとコンビニではね、このパターンはティッシュボックス5個っていうのはなかなかないなと思いますしですね、紹介させていただきました。で、私の知り合いがですね、このラークを買ったんです。普段はマイルドセブンを吸ってるんですけども、イオンに買い物に行きましたら、たまたまラークのプロモーションをやってたということで、ティッシュが欲しいということで、マイルドセブンからラークに銘柄を変えて購入したということなんですよね。いや、ティッシュボックスにはね、そのぐらいの力があるのかと思ってしまいました。一体ターゲットは誰なんだろうっていろいろこう考えてみたんですけども、まあ男性はちょっと不可能ですね。ティッシュボックスで、なかなかこの銘柄をスイッチするってことは難しいと思います。おそらく主婦層とか女性ですよね。これを狙った戦略なんでしょうけども、まあ旦那さんのタバコなのかな、買うんだったらラークだからね。そんなことがちょっと見え隠れしました。まあちょっと大変興味深い事例だったんで紹介させていただきました。で、今日のですね、チャンス創造マネジメントのポイントなんですけども、ティッシュボックスとタバコ全く関係ないっていうのは、これまず1点ですよね。普通コンビニでやってるのはライタープレゼントとか、あとは灰皿のプレゼントとかね、あとなんか缶コーヒーもありましたかね、昔ね。まあ缶コーヒーを飲みながらタバコを吸うっていうシーンも十分に考えられますし、ライターは当然タバコを吸えば使います、灰皿も使います。なのでタバコもライターもコーヒーも周辺商品ということになりますよね。まあタバコとセットで考えてもいい商品だということですね。まあこれではちょっと面白くないですよね。ということで、今回のそのティッシュボックスっていうのはちょっと意外性があったなってことなんですね。ティッシュボックス目がくらんで、ついついマイルドセブンからラークにこう、くら替えしてしまうっていう行動も起こるっていうことなんですよね。これライターだったらそういう行動は起こらなかったと思います。あくまでもティッシュボックスに価値があるっていうことを、思ってる主婦層ですかね、女性の方が、そういうふうなスイッチする行動に出たということなんだと思います。で、まあ、このティッシュボックスで思い出したことが一つございます。これをまたちょっと紹介したいと思うんですけども、中古車販売のこうイベントとかが1年に1回か2回あります。これ多分各地であると思うんですけども、中古車販売のイベント行きますと、車の荷台のところにですね、ティッシュの5個パックをガーッと大量にこう積んでるシーンを見かけることがあります。あれなんでなんだろうって、ティッシュでね、そんなに心動くかなって思っちゃうんですけども、これがね、どっこいいい感じで心が動くんですよ。やっぱり女性をね、ターゲットにしてるんでしょうけども、そのティッシュボックスが荷台にガーッとね、大量にこう乗っかってるとなんか得した気分になるっていうことなんですよね。それともう一つはですね、今、こう、不況ですよね。不況なので、こう生活必需品ですよね。あと消耗品関係。そういうのを景品につけた方がいいんです。嗜好品とか、そういうのではなくて、例えばブランド品とかね、そういうのじゃなくて、ティッシュだとか、トイレットペーパーだとか、そういう方が効き目があるということなんですね。で、さらにポイントとしましては、かさばるもの。わかりますかね？ティッシュはかさばるんです。トイレットペーパーもかさばりますよね。かさばってガッと並べると大量にものすごくいっぱい量に見えるっていうのは、これも一個のポイントになります。まあ、景品の効果を高めるっていうことでしょうね。
こんなことで景品一つ取っても手を抜かずに選ぶってことが非常に大事なんだなっていうことが今回のラークの事例でですね、思ったことです。さあ皆さん今日もお仕事頑張りましょう。また明日。